2008年4月19日土曜日に阿蘇憩いの村でテコンドー選手である樋口清輝選手と津田光選手の激励壮行会が開かれました。樋口選手は第18回アジアテコンドー選手権大会日本代表男子フェザー級に選ばれ、世界ジュニア選手権女子バンタム級に津田選手が選ばれました。樋口悦雄会長の挨拶などが続いた後、佐藤市長の激励の言葉と心のこもった応援で会場は和やかな雰囲気になり、樋口選手と津田選手も勇気をもらったようでした。ここから祝しますとともにご健闘をなす後輩を指導していただく選手権に向けての抱負を樋口選手と津田選手に語っていただきました。今回アジア選手権で代表で出場する樋口清輝です。今回は前回銅メダルだったので、必ず金メダルが取れるように頑張りたいと思います。今までと違って電子防具という初のプロテクターを使用しての大会になりますので、ジャッジの微妙な誤差が出る可能性もあるかもしれませんが、それに負けずと、執念でメダルに執着して頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。1回目の世界ジュニアでは1回戦で負けてしまったので、今回2回目となる世界ジュニアで皆さんの期待に応えられるように精一杯頑張りたいと思います。たくさんの人たちに応援されながらの壮行会となりました。樋口選手、津田選手、頑張ってください。それでは祝宴に移りたいと思います。